こんにちは。楽天からね、昨日もう一通メール来てたのを見落としてましたね。なんかね、2万6000円もらえるみたいな形で入ってたんですよ。で、楽天モバイルがどうこうって書いてたんですけども、これ一体どういうことかなと思ってね、皆さんと一緒にちょっと見ていきましょう。で、こちらの方に画面切り替えますので、まずはこちらをどうぞ。はい、まずはですね、楽天カード会員様限定ということで1000ポイントプレゼントですよね。まあ、楽天カードは私持ってますんで、会員様限定ってことなんでしょうね、きっと。で、エントリーした後、オンラインで楽天モバイルを申し込みってことなんで、いや、もう楽天モバイル、プラスアルファでもう一台はいらないかなと思うので、ここは見送らさせていただきます。エントリーはこちらって書いてますよね。さらに、ポイントがもらえるチャンスってありますよね。楽天カードの会員様なら、最大で2万6000ポイントもらえるチャンス。これどういうことなんだろうと。あ、楽天のスマホを契約して、そしてエントリー。あ、エントリーした後に申し込むと1000ポイントもらえて、その後で、製品購入プラス、初めてのプランを申し込み。あ、携帯のプランを申し込むことによって2万5000ポイントもらえて、合計で2万6000なんですよね。で、対象機種を買わないといけない。そして、決められたプランのうちのどれかを選択しなければならないってことですかね。で、最後にはこれが入ってますよね。楽天0円。どれだけ使っても無制限で、毎月2980円ということで、これはお得に見えますよね。で、私がね、利用しているスマホっていうのは4860円のプランで20ギガってやつなんですよ。で、それに比べると得なんですけども、確かこの楽天モバイルのプランって対象エリアがあるんだったんじゃなかったかな。確かね、こう来て見てください。楽天回線エリア外は最大1メガ BPS で、使い放題って書いてます。ちょっと分かりにくいですね、こうなると。だ、この画面だけ見ると、なんかデータ1ギガまでただって、1ギガただでも嬉しくないでしょ。1ギガで終わる人います？大体ね、25ギガとか平均で使ってるみたいですよ。だから結局は20ギガとか30ギガの申し込みをしないと YouTube も見れないし、かなり不都合なんですよね。そうなってくると、多分この楽天の3ヶ月無料ってこれで飛びついても結局はあんまり変わんなかったねってことになると思うんですよ。料金プランの詳細こちらって書いてますけどもね。もうこれ詳細はこちらの時点でもうちょっと読みにくいんですよ、もうすでに。ちょっとまあこの辺で頭が痛くなりました。ということでね、楽天のモバイル、そんなに悪いプランではないと思いますけども、いかんせんちょっとね、分かりにくい文字がいっぱいあって、結局リンク先っていうと、取り入れないといけない情報量が膨大になってくるんですよ。じゃあ面倒くさいから窓口行こうかなと思ったら、窓口ではなんていうんですかね、会社側に有利な情報しか流さないんで、その中から選ぶしかないから不利ですよね。ということでね、今回楽天モバイルで2万6000円もらえるみたいな触れ込みがあったんですけども、私が利用することはないかなっていう結論に至りました。皆さんどうですかね。私の場合はね、やっぱりこう別の会社の格安プランを使って、しかもそれで収入が上がる方法みたいなのがあるんで、それをやろうかと思いましたね。ちなみにスマホマイスターっていうのも最近始まりましたんで、こちらの方1000円でね、資格持てるん で、しかもこれ将来的には国家資格になるんじゃないかなって感じなんですよ、スマホマイスターね。まあ確定じゃないにせよね、結構期待が持てるプランなんで。それからこの2980円で使い放題って言ってもね、払うのは一緒なんですよ、ずっと払いなんですよ。で、私が選んでる4860円の基本プランっていうのは、払うこともあれば、まあもらえる可能性もあるんですよね。私の場合は毎月6万円ぐらいもらってますんでね、スマホ使ってですよ。こっちの方がいいんじゃないかなと。だって払いはないわけですから、もらいなわけですから。私はいくら安くったって払いは払いで、出費には変わらないんですよ。でも私の場合は最初は4860円の利用プランだったんですけども、すでにそれは転嫁してプラスになって毎月6万になってますんでね、もっと上がる可能性もありますけども、6万10万20万と最高額で20万ぐらいもらいましたから、30万だったかな、そういう月もあったんでね。そう考えたら、じゃあスタート駆け出しは値段の差はあっても、まあ、長い目といってもね、数ヶ月の目で見たらプラスになる方と、相変わらず払いが永遠に継ぐ方と、どっちがいいかなって考えちゃうんですよね。私はまあスマホマイスターの道を選ぶことをお勧めします。